しずちゃん、ご飯の準備できたよ。うん、ちょっと待って、今急いで調べたいことがあるの。これを早く皆に伝えないと大変なことになる。 Google がリリースした動画生成 AI ベオ。 YouTube を握っている Google だからこそ、動画生成 AI のナンバーワンはベオ3に間違いないと思ってました。プロンプト一つで簡単に CM のワンシーンを作れたり、架空の YouTuber を作って沖縄と北海道をくっつけるのを見た私は、ベオは今後動画産業にとんでもない影響を与えると思いました。しかしこのベオ3を超えた生成 AI ツールが登場したことでまた話題になっています。アーティフィシャルアナリシスは世界中の AI モデルを比較してどれが一番いいかランキングで見れるサイトです。このサイトでランキングを見ると、ベオ3の上にシーダンスという新しいモデルが上に来ていることが分かります。テキストから動画生成、写真から動画生成の分野で両方1位を取っています。いろいろ調べてみると、シーダンスが優れているところは、動きの自然さは言うまでもなく、1回の動画生成でいろんなアングルのシーンを一貫性を保ったまま出せることが特徴でした。今まで違うアングルを出すために写真から生成して動画に回した方にとってはかなり嬉しい技術です。2024年まではまともに歩くことすらできなかった動画生成 AI 技術が、たった1年で人を騙せるレベルでリアルな動きと一貫性を維持するところまで発展し、今となれば一つの動画に複数のカメラアングルのカットを再現するところまで至りました。本当に恐ろしいほど進化のスピードが速いです。この動画見れば、一人で映画やアニメを作れる時代が目の前まで来たことを実感すると思います。そして皆さんもそれができるようになります。今回はシーダンスを使って1分のアニメ動画をたった2時間で作る方法と、動画生成するときに思い通りにいかないときの対処法まで紹介しますので、絶対最後まで見てね。シーダンスを試せるサイトはいくつかあります。まずサブスク制ではなく、1本あたり111円で払って生成するフォール AI と、サブスク形式で1本あたり138円で生成できるシーダンス公式ページがあります。どっちも高い料金で手は出しづらいですが、ライブをしている時に視聴者さんからフリーピックっていうオールインワンサイトが今キャンペーンで無制限で生成できる情報をくれました。プレミアムプラスかプロプランに入ると無制限で生成できることだったので、今回は6000円をポチってシーダンスを使ってアニメを作ってみます。シーダンスでアニメや動画を作るためには、まず写真1枚からスタートする必要があります。ここはゼロからプロンプトで作ってもいいですし、他の人が作った写真を見ながらアイディアを得ることもできます。注意してほしいのは、必ず登場人物は1人以上写っている写真を選ぶことです。次はプロンプトを書くためにチャット GPT を開いて、映像業界でよく使われるカメラアングルと構図のワードを聞きます。なんかいっぱい出てきましたね。次は私が提案するカットをプロの映像のようにするために、カメラアングルと構図のプロンプトを組み合わせてくださいとお願いします。いっぱい出てくるんですけど無視します。次は最初に選んだ写真をドラッグ&ドロップしてマルチカット用の指示書を出します。 A カットは正面から自転車が走ってるシーン、 B カットは1日視点で前を写ってるシーン、 C カットは笑顔で自転車を乗ってる女性をクローズアップしてカメラはズームアウトするシーンにしました。こういう風に細かく指定しなくても、ある程度動作を変えてあげるだけでもカメラアングルと構図と一緒にプロンプトを書いてくれますが、大事なシーンはこのように指定してあげた方がいい結果が出ます。そしたらこういう風に A カットから E カットまで分けてプロンプトが送ってくるので、貼り付けやすいように一気にプロンプトを出すようにお願いします。そしたらこのようにプロンプトが出ます。メモに貼り付けてみると何が何だかわからないと思います。なので私がいろいろテストして一番見やすいプロンプトの形式を例として出して、この形式で答えを出すようにお願いします。次はフリーピックに入って左にある3つ目のキラキラアイコンをクリックします。ビデオジェネレーターをクリックしてモデルの方を見ると、 C ダンスプロがあるのでこちらを選択しましょう。イメージの方に最初に選んだ写真をドラッグ&ドロップして、下のプロンプト欄にチャット GPT のプロンプトを貼り付けます。この設定のまま生成すると1250クレジットが消費され、残り生成できる本数が隣に出てきます。あと10本ですね。画質を 480px に変更すると無制限で生成できるようになります。これは今キャンペーン中なので、プレミアムプラスにサブスクすると30日までは無制限で生成できます。通常はこれはないと思ってください。結果を見ると、自転車が後ろに走る変なシーンが一つ挟んでます。一つの動画に5カットも入れてしまうと混乱するようなので、多くても3つにすることをお勧めします。 D カットからのプロンプトを全部削除して C までにします。するとめちゃくちゃいいシーンが出てきました。こういう風に画質が低いバージョンでプロンプトのテストをしてから、問題なかったら画質を 1080px に変えて秒数を10秒に伸ばして、3つのカットの時間を10秒に収まるように指定してあげます。
全く同じ映像にはならなかったですが、なかなかいい感じの映像が出ました。しかしこれは失敗作です。皆さんはその理由が分かりそうですか？ What? Bro, what are you talking about, man? そしたらこのまま作業を進めてみます。動画編集ソフトに読み込んで最後のフレームの写真をスクリーンショット撮って保存します。同じくチャット GPT に貼り付けてさっきと同じような指示を出します。 A カットから C カットまで動作を変えてあげると、チャット GPT が学習したカメラアングルと構図を元にプロンプトを変えてくれます。それをフリーピックに貼り付けて生成してみるとこんな感じになります。なぜ失敗したか分かりました？最後に添付した写真に主人公の下半身の服装が写ってないと、次生成する動画では下半身をランダムに出してくれるので一貫性が崩れてしまいます。なのでこの場合は最初の写真に戻って再度生成し直す必要があります。このように最後のカットで全身を写るシーンまで出すと成功です。次はこの写真をチャット GPT に貼り付けて次の3つのカットのプロンプトを書いてもらいます。プロンプトをコピーしてフリーピックに貼り付けて次のカットを作ります。低画質で試してみてうまく生成できたら画質を 1080px まで上げて10秒で生成する感じです。基本この流れで作業を進めていきますが、その過程でいろんな問題にぶつかると思うので、ここからは私がぶつかった問題を共有して解決方法を紹介します。写真以外で新しい登場人物が登場する場合は、その人物の髪型や描写をなるべく決めた方が勝ち率が少なくなります。せっかく自然な動画が作れても、最後登場する新しい人物がなんかイメージと違うなっていうところが来るので、事前に少しは定めてあげた方が楽です。そして言葉で説明がうまくできないものもあります。例えばこのシーンではパソコンの画面を見せますが、言葉で説明するのは限界があると思うので、写真を添付してあげてプロンプトを修正してもらうようにしましょう。そして思った通りにうまくいかない場合はプロンプトを消すことも必要です。チャット GPT は最高の結果を出すためにプロンプトを細かく書いてくれますが、動画生成 AI では文字情報が多いため混乱してしまってうまく表現できないこともあります。その場合は問題となるプロンプトを削除する必要もありますね。どうしてもうまく生成できない場合は違うモデルを試す必要もあります。 C ダンスの場合はパソコン内で文字を写すことが無理に近かったので、違う生成 AI モデルハイロに切り替えて作りました。そして失敗した動画も捨てないで、動画編集でカットでうまく活用するといい動画が出来上がります。今日教えたやり方だと1本の動画に最低3つのカットはあると思います。失敗したカットが1つあったとしても残りの2つのカットは使えるはずです。これをうまくつなぎ合わせるとめちゃくちゃいい動画に仕上げることができるので、クレジットを溶かしてもそれほど落ち込むことはないです。総合評価1位と言われている C ダンスを使ってみましたが、正直に言うとやはり AI なのでガチャ要素は大きかったです。物理的な表現の理解はまだまだ必要そうなのと、試行錯誤にはクレジットを大量に消費する必要がありました。でも初心者が AI を駆使して1分のアニメをたった2時間で作ることは素晴らしいことです。そもそもこの技術がなければ私の人生でアニメを作ることはなかったですからね。私には無理だと思わないで、ぜひこの最先端の技術をチャット GPT という天才秘書と一緒に創作してみてください。以上 RKJ ビデオのリョウでした。今回も長い動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you.